太郎さんにお話をいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイトルはですね、ちょっと提出期限ギリギリに考えて、なんかないかなと思って適当なものを出したら、まあこうなっちゃいました。よろしくお願いします。今日はですね、先ほど、クラブ株式会社のハルトさんからもですね、お話があった一部Git のプルリクエストの話があったと思うんですけども、あの部分をもうちょっと深く、実際の作業の部分まで掘り下げてお話ししようかなと思っています。でうちの場合はですね、みんなサボりたいのでグループプログラミングとかしてないんですけども、プルリクエストを、ベースとした開発フローを取ることによって、それだけでもその開発に関するこう、のメリットとかですね、非常に多くのものを享受できています。で今日の話のメイン、流れはですね、 Git を使おうと思っている人とか、使っている人とか、で特にチームで使おうと思っている人とか使っている人を対象にしています。皆さん大体こう会社に勤められていると、まあ、Git、ローカルでも Git イニットってできるとはいえ、チームで使うことが多いと思うんですけども、まあ、そういった方に聞いていただきたいなと思っています。で Git を用いた、合理的なブランチ戦略とかですね、まあ、先ほどあったようなプルリクエストを用いた開発フローなんかの話をしていって、実際に、私の会社でのクロコスでやっている、事例を用いてですね、どんないいことがあったのかっていう話をしたいと思います。自己紹介ですが、まあ、唐沢宗太郎と申します。こういうアイコンでなんかツイッターとかやってるのでよろしくお願いします。今日一番言いたいのはここでですね、僕は短縮 URL を用意しました。ガーンじゃーん、誕生日なのに発表ということで、こちらでプレゼントをお待ちしておりますのでよろしくお願いします。で一応会社の紹介をしますと、クロコスという会社をやってまして、まあ、Facebook アプリとかを、開発しています。で去年の2月に設立したんですけれども、今年の8月からは Yahoo Japan の子会社として、まあ、いろんな事業を展開する、し始めるという形です。で、開発はですね、メンバーがもともと Git を多く使っていたので、会社設立時から、ずっと Git を使っているんですけども、ちょっと Git についての皆さんにアンケートを取りたいんですけども、実際に今ですね、会社もし勤められていない方は個人でもですね、他のバージョン管理システムよりも Git をメインで使っているって方はどれぐらいいらっしゃいますか。あ、でも結構半分ぐらいですね。それ以外の方は SVN とかですかね、サバージョンとかの人。お、すごい。あ、これはちょっと喋りがいがありそうなんでよかったです。まずですね、前提として、SVN を使っている方の中で、まあ、SVN じゃなくてもですね、まあ、時代の流れとかそのみんながいいよって言うから Git を使ってみたいと思っている人ってその中どれぐらいいらっしゃいますか。あ、これは良かったです。じゃあ耳をかっぽじってよく聞いていてください。よろしくお願いいたします。で Git の移行についてまず考えます。僕もですね、今の会社に入る前はサブバージョンのバージョン管理システムから Git に移行するような仕事をしていたんですけども、まあ大体今の何ですかね、その Git バージョン管理を知った時から Git だったっていう人、まあ、いわゆる Git ネイティブの人以外の方がほとんどだと思うんですね。でそういう方が、バージョン管理システムを Git に移行しようかなって考えた時に、まず、まあ、多分コマンドの違いとかその機能で比べると思うんですね。で、そういうふうになると、例えば SVN アップを Git プルにするとか、まあ、なんだろう、人のコミットを手元に持ってくるとか、 SVN CI コミットを Git プッシュにすると、みんなのところにコミットできるねみたいな、そういうコマンドの対応でなんか考えようとしてしまうと思うんですけども、 Git の移行っていうのはそうではないということを、一つ最初に申し上げておきたいと思います。で Git に移行するということは、
あるいは Git を使って開発するということは SVN に対応するコマンドを覚えることではなくて Git のGit を最大活用できる開発フローを考えてチーム開発にそれを適用するという、その考え方自体を変えていく、あるいはその業務フロー自体を変えていくことに他ならないと私は思っています。で、Git を最大限活用できる開発フローって何なのっていう話なんですけど、一度立ち返って考えてみて、じゃあ Git のメリットって何なんだっけっていうのを考えると、一つ挙げられるのは、ローカルに気軽にどんどんコミットできること、あるいは、SVN だとですね、あのブランチを切るっていうのはただのコピーなんですけども、そうではなくてちゃんと機能として、ブランチを切って、みんながいじってる開発のラインではないところで自分の開発を始められるとか、そうやって開発を終えたものを賢くマージできるという部分が、Git の機能としての一番 あのメリットだと思います。で、当然 SVN とそういう、SVN ではできなかったブランチの運用とかマージの運用ができるということは、それを生かしたブランチの戦略ということを考えなければいけないというのが、Git を最大活用する開発フローに関わってくる大事な部分です。で、この Git のブランチの戦略って何なのっていう話なんですけども、あのブランチの戦略っていうのは、ここでは、どのようにブランチを切って日々の開発を行ったりリリースを行ったりあるいは緊急対応するかなどの、そういった時にどういうブランチ操作をするのかみたいな話になります。で、こういう話の中で、割と各所でも話が出てきていると思うので、もしかしたら聞いたことあると思う、あの聞いたことある方もいると思うんですけども、サクセスフル Git ブランチングモデルという、Git のブランチ運用ってこういうふうにしたらうまくいくよねという話を、3年前ぐらいですかねになんかブログに書いた方がいて、それが、割とよくできています。ベストプラクティスの一つという感じですね。これはちょっと URL 後で資料も共有しますんで、見ていただければと思います。日本語訳していただいしてくれてる方もいらっしゃいます。で、ちょっと完成図からお見せするんですけども、ブランチどういうふうに切ろうかみたいな時に、まずなんかこういう何かしらのこうブランチのツリー図がちょっと見えるんですね。で、この一番右側にある水色の線がマスターブランチになっていて、普通にやっと何ですかね、常に安定した完成されたソースコードが存在しているブランチになっています。で、ちょっとこれいきなり見せて説明するのもすごくややこしいというか分かりにくいので、もっと噛み砕いて説明をしていきたいと思います。で、このブランチ戦略の中に登場するブランチっていうのはマスターとデベロップとリリースとフィーチャーとホットフィックスという、5つのブランチの名前があります。で、このブランチの名前ですね、そんな名前のですね、こうルールに基づいていろいろブランチを切んなきゃいけない、こう難しいようなイメージがあるんですけども、これ噛み砕いて説明していくと、非常に合理的にできていて、確かにこれを実現するにはこういうふうにするのはスマートだねという形になるので、それをちょっと順に見ていきたいなと思います。あとですね、ちなみにすごい先に断っておくと言い訳っぽいんですけども、もちろんこれは、こういうモデルの一つであって必ずしも全ての開発の開発にこういったモデルが当てはまるというわけではないですね。で、実際この後僕もお話ししますけど、このブランチモデルのをベースにして、うちのチームの開発に合うようにちょっとカスタマイズしたものを適用しています。そういうことで、まずその基礎となる部分を、考えていただきたいなという話をしていきます。まず先ほどお話ししたこの青色のブランチがですね、マスターブランチになって、マスターというブランチになっていて、これは Git でイニットすると最初に作られるブランチですね。で、これが常に最新の安定したソースコードが手に入るブランチとして位置づけます。
これは、まあ、別の言い方をすると、例えばウェブサービスかなんかで言うと、現在サーバー本番のサーバーで動いているソースコードで、あるいはパッケージソフトウェアなんかで言うと、そのパッケージングされた何かしらのバージョン番号がついた、ソースコードの塊というのがこのマスターブランチに入っているものとします。で、ここを原点と考えると、すごくざっくり言うと、なんか 0.1 みたいなバージョンがあって、その次が 0.2 みたいなバージョンがあって、全ての変更を一度もバグも出さずに完成させて、一つのコミットでコミットするとこういう風なツリーになると思います。 0.1 からわーっと開発をして、ローカル上には変更されたファイルの塊があって、それを全部コミットすると 0.2 が出来上がりましたっていう神がかり的なことができれば、ブランチ戦略を考える必要はなく、この一直線の、開発のラインができるはずなんですね。ところがですね、まあ、一人で開発していてもチームで開発していても、そういうことはほぼ不可能で、細かい意味のあるコミットごとに、コミットを分割したりします。でそういった時に、このマスターブランチの中にどんどんそういうコミットを追加していくと、今このマスターブランチの状態ってリリースしていいんだっけとか、今パッケージングしていいんだっけというマネジメントができなくなってしまうんですね。でそのために作るのがこのデベロップブランチですね。マスターから分岐したデベロップというブランチを作り、そこに日々のコミットをどんどん追加していきます。で、今、リリースできるねというタイミングになったら、マスターにマージして、それをリリースするという形になりますね。で、そうするとマスターブランチの歴史だけを見ると、 0.1 の状態からデベロップブランチで何かしらの開発が行われて、でマスターブランチにマージが行われた時点でリリースできる状態になるので、これはマスターブランチの歴史だけを追うといきなり完成するという形になるんですね、 0.2 が。で、その状態をマスターブランチはずっと維持し続けたいと考えているのが、基本的な考え方です。で、デベロップでですね、こうやって開発して、あ今開発終わったねってなって、マスターにマージをするんですけども、もう一つここにリリースブランチというのを挟みたいと思います。これを挟むのはどういう意味かというと、複数人で開発をしているときに、じゃあ今のデベロップの状態をマスターにマージしましょうと考えると、その途中で何かしらのこう本番リリース前のテスト作業とか確認作業を行うわけですよね。でその確認作業を行っている途中にデベロップに誰かがコミットしたいと思った時に、それはリリーステスト待ちになっちゃうんですよね。でそのためにもうリリース候補というブランチをこういうふうに分けておくと、誰かがこの機能をリリースするためにこうなんかブランチを作ります。その間にデベロップで次のバージョンの開発が進んだとしたら、デベロップに直接コミットして大丈夫なんですね。なぜならリリース候補はリリースブランチとして分けてあるからです。でリリース候補ブランチの上でリリースの確認と、その必要があればソースコードのテストを、なんかテストでこけたとかいう状況があればそれを修正して、でじゃあリリースできるねという状態になったらマスターにマージしたいです。で、デベロッパー側にもマージをしているのは、デベロッパー側で独自で先行している変更に対して、リリースブランチにしか行っていない変更をデベロップに戻す必要があるからということですね。あ、これ吹き出し書いてた、まあ、リリース前の最終確認をこっちのブランチで行って、何かしらのこう不具合を発見してそれを修正コミットすると。でリリースプロセスに入っていても、こっちのブランチにはコミットができる。で、修正が完了したのでマスターにもマージすると。で、リリースブランチにしかしていないコミットをデベロップにも反映すると。でそうするとこういうふうな、日々の開発とリリースプロセスに入った人間が別々の人だったとして、それを並行して走らせることができるようになります。で、もう一つですね、フィーチャーブランチという話をします。ほとんど、次にリリースする
機能をデベロップ上にどんどんコミットしていくと、次にこの機能はリリースしたいけどこの機能はリリースしたくないねみたいな状況があった時に、リリースしたくないっていう人はコミットできない状態になってしまうんですね。でなのでそこを分けるためにはデベロップブランチからさらにこういう機能を開発するというブランチを分離しておきます。でそうすると、デベロップブランチ、まあデベロップブランチに直接コミットがされていますけど、実際にはこういうふうに複数のフィーチャーブランチが並行で走って、自分はこの機能担当、自分はこの機能担当っていうのが別々にリリースマネジメントに入ったとしても対応できる状況が作れます。でそれがフィーチャーブランチというものですね。で、まあちょっと気にするとこういう感じなんですけども、フィーチャーフガーの方の開発を進めている人はまだリリースしたくない場合はリリースプロセスに入る前にはマージしなければいいだけなので、コミットを待つとかいう状況が生まれるよりよっぽどその気が楽ですよね。手元ではどんどんコミットして開発を進める、で向こうでは誰かがリリースプロセスを進めているみたいな状況です。さてここまでで基本的なこうなんかパターンは大体網羅できて大体の場合困らないと思うんですけども、もう一つちょっとホットフィックスっていうのがあります。ホットフィックスはですね、デベロップ次にリリースする候補が完成する前に今リリースされているソースコードを緊急で修正したいみたいな場合があります。でそうするとホットフィックスっていうのは生まれて、こういうふうにマスターから一つブランチを作ってリリースするんですけども、まあ、なんかちょっとホットフィックスはですね、まあ、多分、最初はあんまり考えない方がよくて、すごいややこしくなっちゃうんで、大体こうマスターデベロップフィーチャーリリースの4つぐらいで運用が大体可能ですね。でもうホットフィックスは意外とこう必要になったら、あ、なんだそうすればいいじゃんというふうに気づけるので、なんかこう移行の時にいきなりここを考えると疲れちゃうと思います。まあいいや、じゃあここはなんかサクッと、まあそういうもんだというふうに伝えておきます。で、今説明した手順でブランチの役割を考えていくと、最初にお見せしたこの図がなんか出来上がっているという感じですね。まあ相当ややこしい話をしたんですけども、基本的にまあ、Git をうまくこうブランチをいろいろ切りながら複数人で同時に開発を進めても、いろんな運用方法に柔軟に対応可能なブランチングモデルがさっきの、ブランチングモデルになります。で、今のってなんか手でフィーチャーなんちゃらとかっていうのをブランチを作ってマージしてとかやっていくのは疲れるよねっていうことで、なんかこのブランチモデルを提唱した人が Gitflow というツールを作っています。で、Gitflow というツールを使うと内部で Git のことをゴニャゴニャやってブランチが作られたりブランチがマージされたりして今の運用フローが出来上がるという形になるんですけども、まあまあ、そういうツールですね。で、ですね、クロコスではそれをアレンジした Git Daily というツールを使っています。で、それはちょっと最初にお話ししたんですけども、まあ、よく考えられたベストプラクティスの一つなんですけども、必ずしもこの通りにやらなければいけないことはないというのがまず前提にあるのと、これを参考にして自分のチームは今までどういう運用してたんだっけとか、みんなの開発のスタイルってどういうふうになってるんだっけということを考えて、一つ、ブランチってこういうふうにもうこのホットフィックスいらないよねとか、まあ、そういうことはあると思うんで、というふうにアレンジしていった方が多分チームにとってはいいと思うんですね。で使えるものは使って、Gitflow とか Gitdaily を使えばいいと思うんですけども、例えば Gitdaily では、Gitflow はなんかちょっとリリースブランチを切るたびにバージョン番号をつけたりとかタグをつけたりとかされるんですけども、ウェブ開発って別にバージョン番号とかほとんどつけないしタグとかも別にいらないし、なんかどんどん毎日のようにリリースが発生すると思うので、そういうものの要望を、吸い上げるために作ったのツールです。で、PHP カンファレンスでずっと Git の話をしているんですけども、 Git Daily は PHP 製で
まあ、そこだけ PHP の話が出てくるんですけど、まあ、一応オープンペアっていうですね、便利なサイトからペアでインストールができるっていう状況になっています。はい、まあ、いいや、というのが前提にあった上で、いよいよプルリクエストの話になります。長かったですね、ちょっと。で、プルリクエストって、何かと言いますと、 GitHub とか、まあ、使ったことがある人が、分かるとは思うんですけども、A さんが書いたコードに対して、まあ、なんか B さんがこんな機能が欲しい、だからこういう風なコードの修正をしたというのを、実際にそのコードの変更をしたからこれを取り込んでくださいという風にお願いする機能です。で、それがテストで OK だったり、クオリティ的に OK だったり、そのソフトウェアにちゃんと合っているということを、その A さん、その元々の管理者の人が判断して、それをマージする、プルしてマージするということを行う機能です。で、これに関してはですね、かなり、僕の考察を、なんかこの今年の頭ぐらいにですね、あのブログに書いたので、それをちょっと読んでいただきたいなと思って、まあ、読めというのもなんなんで、ちょっとあのここで簡単に説明をします。まあ、一応さっきのブログはなんかもっと細かく書いてあるので、読んでいただきたいんですけど、プルリクエストの有用性っていうのは、他人が書いたコードを自分が変更したいときに、どのような、手段を取れば、問題なくそれが、その後も問題が起こりづらく、運用で、コードの変更ができるかということを考えての、プルリクエストになります。で、他人のコードを変更しなきゃいけないタイミングっていうのは結構あると思うんですよね。なんか、誰かさんが作ったなんかリポジトリクラスみたいなものに、こういう機能はあったけどこういう機能がない。で、フロントエンドにこういう機能を足したいから、バックエンドにも手を入れなければいけない状況が発生したときに、いろいろやり方はあるんですけども、一応ブログの方に書いた図をちょっと拝借してくると、拝借というか自分の図なんですけども、何かしらの処理を行うサービスのクラスみたいなものがあって、その中に A さんが書いた部分っていうのが存在しています。で、まあ、一つはそこに変更を加えたいんだけど自分よく分かんないから、 A さんに例えば、こういうものの削除機能を入れといてみたいなのを A さんにお願いするタイプっていうのがあります。まあ、これは依頼タイプという形ですね。まあ、これは、デメリットとしては A さんの時間を取ることや、A さんに対して、まあ、例えば社内だったらまだいいんですけども、開発会社が別にあったりとかだと、まあいいや、まあ、いろいろ調整が必要になります。まあ、さらに、B さんが求めていた変更を A さんがしてくれなかった時に差し戻しとかが発生したりとか、どんどんコストがかさむ形になりますね。まあ、会社によってはこういうことをやらざるを得ない状況っていうのはもちろんあるとは思うんですけども、一番やりたくないパターンだと思います。でもう一つ、完全分離増殖タイプと呼んでいるのが、あるサービスの中に B さんが自分の求める機能を勝手に入れて、それをリリースまで持っていってしまうというパターンですね。で、例えばですね、こういう条件でこのアイテムを取ってきたいなって思った時に、それに対するメソッドがないなみたいな状況で、自分でそのファインドなんちゃらバイなんちゃらなんちゃらみたいなメソッドを新たに作り、コミットするのがこの状況になります。これはなんか、僕が考える中で一番なんか辛い将来が待っているパターンでですね、最もカオスを生みます。なんか似たような条件で取ってくるメソッドがいっぱい並んでるんだけど、どれがどこで使われているのかもよく分からず、これって消していいんだっけ、あ、なんかこれとこれって同じ機能じゃね、こっちのオプションとつけるのと同じじゃねみたいなことが割とよくあります。まあ、なのでこれはできるだけ避けたいねっていう話です。でもう一つは、勝手に変更タイプというのは、 A さんが作ったメソッドのオプションをなんか勝手に変更して、なんか特定の場合だけ挙動が変わるようにしたりとかっていうのを勝手にやっちゃうタイプですね。まあ、この辺って事前に確認する場合はいいんですけども、こういうものがコミットされて意外と後で、あれ、なんでここにこんなオプションついてたっけみたいなパターンって、まあ、稀によくあります。なので、これもなるべくやめたいねみたいな話があります。で、そこで出てくるのがプルリクエストです。で、プルリクエストっていうのは、そういう自分がこういうものに、
あれ、おうおうおう、すいませんすいません、自分がこういう、機能が欲しいからこういう変更をしたいですというもうコードを書いて、取り込んでくださいという依頼をします。でそういうプロセスを踏むことによって、勝手に変更されることはまずなくなりますよね。で、それに加えてその変更が求める機能を本質的に表していて、その機能を実現するのに最適な変更なのかどうかというのを A さんに確認してもらうことができます。例えば、こういう機能を実現したいからこういうメソッド作りましたって言ったら、あ、それってこっちのメソッドにオプション追加すればいいんじゃねとか、そういう提案がここでコミュニケーションを取ることによってできるようになります。で、プルリクエストというのは、それを可視化してシステム、運用ツールとして提供しているものがプルリクエストになります。例えば戻ってですね、こっちこういう変更が、されたとしても A さんと B さんのコミュニケーションがよくできていて、こういう変更しましたみたいな確認とかコミュニケーションがちゃんと取れていれば、勝手に変更してそれがプロダクションに出て A さん知らないところで何か起こってたみたいなことは絶対に起こらないんですけども、まあいろんな人、自分の仕事もありますし、いろんな人が関わっていると、開発いちいち全部他の人のコミットってチェックしてられないですよね。でそれをシステムとして提供するのがやっぱプルリクエストというものになります。でここまで話してプリリクエストと先ほどの、ブランチ戦略がつながります。で Git の先ほどのブランチ戦略にプリリクエストを組み込むということをやると、さっきのデベロップブランチとフィーチャーブランチの関係を見ていただくと、こういう機能を追加したいからこういう変更をしますというのをフィーチャーブランチというのをどんどん作って、ある機能を変更するためのブランチっていうのを、いろんな人が自分の思惑に沿ってブランチを作って変更していくわけですよね。でそれをマージするときにプルリクエストをしましょうっていうのがプルリクエストベースの、開発の話になります。で、例えばですね、まあ何かの削除機能作りましたっていうときに、フィーチャーなんとかデリートみたいなブランチを作って、それをちゃんとその機能に対して責任のある人に確認してもらう、あるいはもともとそういう機能を作っていた人に確認してもらうみたいなことを、開発フローに組み込むのがゲートプルリクエストベースの開発になります。これは、イコール細分化されたコードレビューになります。すごくプルリクエストのいいところは、コードレビューが適宜行われるところで、ものすごく、単一の機能の小さな変更に対して常にコードレビューを行い続けるという形になるんですね。でコードレビューって皆さんやられてる、あのプルリクエストとかをやらずにやられてる方もいると思うんですけども、そのプルリクエストってなんかすごい、プルリクエストを行わないでコードレビューとかってなんかどういうタイミングでやったらいいんだろうとか、どういう流度でやったらいいんだろうとかって分かりづらいと思うんですよ。で、失敗例の代表的なところとしたら、なんかこうあるなんか週1回ぐらい時間を取ってなんかだらーっといろんなコードを見てレビューするみたいなことをやって、まあそれってなんかほとんど意味がなくて、そのコードの品質ってどういう変更に対してどういう希望に対してどういう変更がされたのかベースでやるのが一番効率がいいんですよね。なんでこの細分化されたコードレビューというのはめちゃくちゃ効率がいいです。でなんでかというと、変更のコンテキストが明確になっているからですね。何の変更なのかということが明確になっていて、それに対して、ブランチ運用がされてそれがマージされることが分かっているからです。さらに、特定の機能のみをレビューするため、そのディフが小さくなります。でディフは小さければ小さいほどレビューのコストが下がり、レビューのクオリティは上がります。なんか変更がいっぱいあるとどこ見たらいいんだろうとかっていうのがあると思うんですけど、そういうことがどんどんなくなるということですね。で、一応まとめると、パッチのやり取りが可視化されるシステムであるプルリクエストの、はでしかもそれが記録に残ります。
システム上にこういう変更をするときに誰々がこういうリクエストを投げて、で誰がどういうレビューをして通ったのかというのが記録にどんどん残ります。でこれは非常に重要なことで、まあそれが、しかも、まあ、GitHub みたいな形で見えやすいというのも重要ですね。でさらにこうリファクターの機会が与えられるというのは重要なことで、さっき話したみたいにこのメソッドってこっちのオプションに追加した方がいいじゃんみたいな話とかをその場で提案できるようになるので、わけわかんないコードがどんどん追加されていくみたいな状況がどんどん減っていきますということでプリリクエストを使った開発をみんなしましょうって話なんですけど、プリリクエストを提供しているシステムというのはですね、まあ、いくつかあるんですけども、その紹介をすると GitHub で有料のプライベートリポジトリを使うっていうパターンと GitHub Enterprise っていう、エンタープライズ向けの GitHub の OEM みたいなものを使うものと GitLab とかみたいな GitHub のクローンと呼ばれるオープンソースのソフトウェアを使うパターンがありますが、GitHub の有料のリポジトリってちょっとクラブさん使ってたみたいなんですけど、あれって落ちてる時とかってリリースできないんじゃねって僕思うんですけど、まあだから僕個人としてあんまおすすめはしてなくて、お金があるなら GitHub Enterprise で、そうじゃないなら GitLab でいいんじゃねかなと思ってます。まあいいや、その話はちょっとあってそれでですね、一応比較なんですけども、ほとんどの機能は GitLab についていて、先ほどなんか、美味しいグラフ機能みたいなのはないんですけども、ほとんどあります。で大重要なプルリクエストの機能っていうのは diff がファイルごとに見えたりとか、行ごとにコメントを残せたりとか、ウェブインターフェースからボタン一つでマージできたりとかっていうのは GitLab で全部できます。なんかこういうネットワークグラフも出せます。でこれを使ってクロコスでこの4月からやっている、運用フローの話をすると、実際にこうどういうふうにやってますよという話をちょっとだけ最後にすると、まあ、フィーチャーブランチ使って特定機能ごとにブランチを切って開発をしましょうというのは前提としてありながら、ツーマンセル、まあ、ペアプロではないんですけども、必ずどっちかがレビューしましょうというチームを小分けに作っています。で、そのうち片方をリーダーと決めて、リーダー同士のコードのレビューはリーダー同士でやるという形にしています。でもう一つの工夫としてですね、多段フィーチャーブランチというのを作っているんですけども、フィーチャーブランチが新機能開発とかリニューアルみたいな大きいものになるとすごく長くなっちゃうんですね。で長くなるのはプルリクエストのコストのレビューのコストが増大しますし、プルリクエストの本質に合っていないので、それをもっと細かくフィーチャーブランチを切ります。なんか意味のあるレビューのしやすい流度でブランチをどんどん切っていくというのが、まあなんかうちでやっている工夫です。まあ、結果として先ほどハルトさんが言ったんですけども同じことを、スライドに書いていて、まあ、なんかどういう効果が得られたかといううちの事例で言うと、自分のが担当している以外のコードの使用や実装について、把握できる人が多くなるというメリットがあります。1人しか把握していない挙動とか、コードっていうのがどんどん減ってきました。それからですね、まあ、自分の知らない API とか、この人がこういうなんかメソッドを使ってたわそういやみたいなのをどんどん頭に、なんか入れていくことができるようになりました。でさらにこれも内容がかぶってるんですけど、お互いですね、誰がどういうコードを書くのかっていうのがだんだん把握できるようになります。これは小さなコードレビューを積み重ねることによって、この人ってこういう設計しがちだよねとか、こういうとこにバグを仕込みがちだよねとか、こういうミスしがちだよねっていうのがどんどん分かるようになります。なのでコードレビューの、効率とか品質もどんどん上がっていきます。でさらにこれおまけですけども、コピペ元ごと殲滅する機会ができます。例えばここってなんでこういう設計になってんのってツッコミを入れたら、いやこれって向こうから持ってきただけなんだけどっていう言い訳をされることがあるんですけども、じゃあ元も直しといてっていうふうに言えます。はい。で、最後にですね、まあ、うまくいくコツみたいなものはですね、これはうちで意識的にすごく、やってることなんですけども、リリースをできるだけ細かくします。でリニューアルみたいな大きいものがあったとしても、こういうデータ構造を変えましたっていう時点で一回リリースをしちゃうとか、そのリリースの単位をすごく細かく切ります。でそうすると大きな diff をリリースしなければいけないタイミングっていうのが減らせるようになって、バグとか障害の起こりやすさっていうのはすごく減ります。
で、もう一つはさっきお話ししたことですが、お話ししたことですけども、小さめのチームに分割するっていう形ですね。お互いの、ソースコードを 見合うことができるようにする人を増やすってことです。で、まあ、最後になりますが、繰り返しになるんですけども、Git を使ったチーム開発っていうのは SVN の操作を置き換えることではなくて、開発フローを構築し直す、そのことに他ならないと思っています。で、ぜひそのプリリクエストベースの開発を行ってみてもらいたいなと思います。で、正解はないと思っていて、うちの場合はあれで今うまくいってるんですけども、それが全ての組織に当てはまるわけではないと思っています。まあ、例えばさっきのハルトさんの話とか、見て、ブランチとか、そんなに細かく切んないよみたいなことっていっぱいあると思うんですけど、まあ、それは各組織に合ったやり方があるなと思っています。で、いろんなノウハウをみんなで共有していくと、チーム、業界全体と幸せになれるかなと思うので、皆さんどんどんそういう話をしてもらいたいなと思います。最後にですね、クロコスは、エンジニア募集しているのと、僕はプレゼントを募集しています。以上となります。よろしくありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お時間もオーバーしてますので、残念ながら質問はご本人細田太郎君を直接捕まえて、すいません、長な、はい、はい、してください。はい、じゃあアナウンスがあるんです。はい、次のセッションは、40分からになります。